シンバスタチンは HMGCOA 還元酵素阻害剤で高コレステロール血症治療薬の一つ。日本では商品名リッポバスとして当時の万有製薬から発売された。この薬剤は食事療法、運動療法と合わせ高コレステロール血症において LDL コレステロールを低下させ HDL コレステロールを増加させる。 強心症や心筋梗塞などといった心血管イベントを低下させることが示されている。この薬剤は経口投与される。英国では2015年に金額ベースで最も多く処方された薬剤である。2018年10月16日付、厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課長名で原則近畿の項の 人機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に本剤とフィブラート契約剤を併用する場合には治療上やもうえないと判断される場合にのみ併用することとし本剤の投与量は1 0ラム日を超えないことを削除し身長投与の項にフィブラート契約剤を投与中の患者を追記し重要な基本的注意の項に 人機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に本剤とフィブラート契約剤を併用する場合には治療上やもうえないと判断される場合にのみ併用することとし本剤の投与量は1 0ラム日を超えないこと急激な人機能悪化を伴うオー黄門筋誘解症が現れやすいやもう得ず併用する場合には定期的に人機能検査等を実施し 自覚症状の発言、CK 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに、血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。お追記し、相互作用の原則併用禁忌の項のフィブラート契約罪が削除された。ありがとうございます。